持ってるのやだな、これ持ってるのやだな。行きたい。あ、無理だ、めっちゃ低くなっちゃう、どうしよう。え、これって携帯置くやつとかないよね、誰も。ちょっと持ってやるのきついね、これ。どうしよう。え、持ってやんのも無理かもしれない。どうしよう、置きたいな。床に座ればいいのか。よし、今日は、あ、それあれ、あのペンね、めっちゃね、先っちょボサボサになるから使っていいよ。あ、ちょっとあげよう、もうちょっと上がりそう。お腹すいた。うん、この位置ならいい。かっこいいね。なんか今日は日曜日ですね。今日は日曜日。サイン会してました。ちょうど次の人がサイン会するときには終わる。今日はね、髪の毛がね、なんか巻いてないのにめっちゃくるくるしちゃうの。癖っ毛とかじゃなくて、なんかちゃんとね、洗って乾かしてトリートメントしても、なんか前日とかに髪の毛巻いたりすると髪がね、自然にね、くるってなるの。これ何にもやってないのにこんなにね、ボッサボサなのよ。無理で髪の毛を縛りました。暑かったしね、今日は。寝癖じゃなくてね、なんかね、めっちゃうねるんですよ、私。昼ご飯はまだ食べてなくて、今日は豆乳を飲もうとしてた、お昼に。え、ここじゃない。そい、豆乳します。暑いの今日までだって。そうなんだ、嘘だって。でも確かに最近涼しい。何のカンペ？あ、裏表のやつか。うん、今日どっか行くの？今日？どこ向か？だって誰か気になる人いるのか？何情報だろう。野菜生活がね、うち大好き。ダメ？野菜これ一本って、野菜一日これ一本。あ、それも美味しい。でもカゴメがめっちゃ好き。カゴメ、カゴメいいですよ。これはね、ちょっと初めての。いつもはピンクのなんかベリー系のやつ飲んでるんですけど、今日はちょっと気になったから。豆乳体に良さそうじゃん。体にいいんだよ。
デートとからデートとか言われたらビビる。確かにカゴメしか勝たん。豆乳めっちゃ好きで常に冷蔵庫に豆乳が入ってます。カゴメカゴメ。明日はカフェに行くんですよ。明日は早くカフェに行きたい。伊藤園派でもね、何々派とかは別にないんだけど基本はいろ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 飲みます。パンケーキ食べたい。パンケーキ食べて。アップ側にも何かの CM 撮れるとね。カルピス撮りたかったんですけどね、ちょっとカルピスゲットできず。ちなっちゃん、ちなつ来店って明日だけなの？今のところ多分明日ですね、予定としては。明日ぜひ原宿にあるカフェに行くんですけど、多分時間は出てないので頑張ってください。カフェ18時頃参上します。ミチアサイダーを見ると青春感を感じる。確かにいいよね、サイダーうちも好き。夏はねラムネめっちゃ飲みたくなる。なんかご当地ラムネを飲みたくて、この間神奈川の方に行った時に、お兄ちゃんと行った時にめっちゃ暑すぎて飲み物ばっかり飲んでたんですけど、そこのご当地ラムネみたいなのがめっちゃ美味しかったから、いろんなとこのご当地ラムネをめっちゃ取り寄せてほしい。はじめまして。はじめましてなんですか。はじめまして。昔キュウリラムネをアミタが飲んでた。なんかうちもいろいろなんか美味しくないラムネみたいなのが有名だったんですけど、なんかカレー味のラムネとかわさび味のラムネとかいろいろなんか流行ってた時期があって、それがどうしても飲みたすぎてお父さんにめっちゃいろんなとこで買ってきてもらって飲んでた。お兄ちゃん、そう、お兄ちゃんめっちゃ最近仲いいんですけど、車を仕事でよく運転することがあるから、運転できるって言われたから、じゃあどっか連れてってって、小春ちゃんっていう、うちの可愛い、うちのじゃないけどお兄ちゃんの飼ってる可愛いポメラニアンの子と一緒にお出かけしたんですけど、ちなっちゃんも運転すればいいのね。ちなっちゃんはもうペーパードライブペーパードライブペーパードライバーすぎて危ない。もう多分こんなこと言っちゃいけないんだけど、多分ブレーキブレーキわかんない。もうなんか一回教習所行くでも運転するんだったら、っていうか多分一回じゃなくて普通に3週間ぐらい教習所通わないと乗れない。なんか前にいわきにいた時に車をね、親の車で練習しときなさいってなって乗ったんだけど、もう30キロしか出せなくて、でも田舎だから後ろとかにも車ないからだからゆっくりできたけど、多分普通の道は運転は危なすぎてちょっと無理だね。ペーパーは怖いよ、もう無理だよ。私多分免許持ってないも同然だから、もう乗らない。なんか何もつけてないの寂しいなって思ったから、テーブルの上に置いてあったやつ持ってきた。あとこのブレスレットも金だからいいかなみたいな。田舎で免許だったから都会で運転するのわかる。なんか田舎ってさ、そもそもなんかあんまり車と、まあ、通ってるけどね、田舎でも都会で練習するんだけど、なんかそっからさ結構乗るけど、なんか煽られることとかないじゃん、とか一方通行があんまりないから。田舎って道路がめっちゃ広いから、そんなにこう判断力が必要ないというか、
なんていうの、迫られない選択に。ただこっちは道わかんないとさ、一方通行とかが多いから結構危ないと思いますよね。あと5分後ほうちゃんとか、ほうちゃんとカジがメラ見る。田舎の道の方がぶっ飛ばせるよね。ぶっ飛ばさないけど、なんか音楽めっちゃガンガンにしちゃう。いや首都高は怖い。でもそれはね、なんか親も言ってた、首都高はなんか運転したくないって、怖いから。都内は走らない方がいいね。本当に危なそうだよね。初心者マークとかつけてたらなおさらなんかあれされそうだよね、後ろから。高速ですら怖かったもん。煽られるんだ。まあでも運転するとしても田舎でしか運転しないだろうから、そんなに大丈夫だと思うけどね。でもさ、田舎に行ったらね、出勤のために運転したりしなきゃいけないから本当に労力使いそう。アンジュルム聞きながら首都高を走ったら高まるよ。楽しそう。こんにちは、秋田。雷鳴ってる。マジ？なんかね、この間どっかで竜巻みたいなの起きてたよね。首都高のジャンクション走ってる人プロだろ。確かに首都高は道を覚えてないとね。わかる。なんかさ、ナビもさ、どこで降りたらいいか全然わかんないからさ、あんまりナビ見てもわかんないよね。運転免許持ってるんだっけ。持ってますよ。高校3年生の時取りました。でも高3の時は結構運転してたんですけどね、しばらく。卒業してから結構練習してたんですけど、首都高で道間違えたらシャレにならない。なんか降りた瞬間終わりそうだよね。常磐道走るの気持ちいい。確かに常磐道は走りやすいかもしれない。ナビは信用しないことだから、やっぱね、分かる道しか運転できないよね。無理だと思う。首都高はレインボーブリッジが、ちょっとね、あんまりレインボーブリッジって言われてもね、分かんないんだよね。あれ、高3じゃない、第3、え、高 3? 免許取るのって高校3年生ですよね。高校だよね。いや、それは年だからね。そうそう、取れるけど、高3。私はもう年取ってたじゃない。18になって、で冬休みからみんな通い出すあれにね。そう、高3です。スカイステージから見える、あああれか。いや、多分通ったことあるんですよ。走ったことはある、多分行ったことはあるんだけど覚えてない場所が。あー、確かに何か高速でダメなとこありますよね。私のところはいつだろう、覚えてない。でも覚えてないけど、夏はダメだったんだよね多分。冬からだったような気がする。うちはバレたら定額だった。ダメだったんだ。おじいちゃん軽トラで、軽トラね、あ、軽トラね。おじいちゃん東京までは来ないね。燃費悪そう。え、あの、そっちは始めて大丈夫です。静かにやるんで。15分経ったら私も終わりますので、多分ちょうどいいと思います。え、一回カチュー、これさ、15分経ったらさ、上に15分経ちましたって出るよ。多分ね、もう少しなんですよ。うちの高校はバイク通学 OK。 そうなんだ。バイク結構危ないからみんな気をつけてください。バイク乗るときは本当に気をつけてほしい。あ、15分経った。そうなの、ちゃんとね見越して配信してたので。
ちょっと15分ぐらい遅れちゃったんですけど、あっちはもう楽しそうにサイン会が始まりました。着いたかな。ということで私は邪魔になっちゃうので頑張って今日はここまでにしたいと思います。始まりました。ありがとう見てくれて。YouTube の方に次は行ってください。そう、今ちょっと同じくアップアップガール未確認機能、同じ場所にいるからね、ちょっと騒がしいんだけど、はい、見てくれてありがとう。本日は MC を務めさせていただきます。ちなっちゃんは帰ります。MC をということで、ありがとう。何これは、何これ、今日の配信はここまで。私がね、なんかお絵描きしすぎて配信遅れちゃったんだけど、これを大声は出さない。チラツカッコに聞いたの名前んですけど、これのどっちすごい嬉しい。違う、普通にチラツっていう名前なのかもしれないけど、次はあっち見てください。バイバイ。明日は原宿のカフェに来てください。バイ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 。あ、まだフォローしてない人よかったらフォローしてください。ヘパリーゼさん1位のヘパリーゼさん、いつもありがとうございます。あとね、3位のハローさんとか、2位の構築店さんとか、あとその他にも他にもいっぱいありがとうございます。皆さん、今日はゴーヤチャンプルを食べる方とかもいるっぽいんですけど、もしかしてこれはちなっちゃんも家でゴーヤ眠ってるので、チームシャーレです。じゃあありがとうございました。バイバイ。ぜひフォローしてください。バイバイ。ありましたね、豪華プチはね、すごくない。いや本当に2人で飛行機乗ってな、乗ってました。メイトが楽しかった。